guys, I'm a fun ninja Kinshita here, and today we'll be reacting to SpongeBob Anime Episode 1, Bubble Bass Arc, by, Narmiak. I think that's how you say it. But, now, I've been waiting for the SpongeBob anime. The first time I saw, like, the intros and stuff, I could not wait for it, and the first time I heard about they were making episodes, I could not wait for it, because it looked awesome, and it looked amazing. So yeah, this is actually how I pictured SpongeBob to look like, you know, anime and stuff, you know. So yeah, guys, the written link's in the description. Make sure to go subscribe to Narmiak, that link's in the description as well. Oh, and also, go subscribe to GlitchTale as well, my second channel. I just posted a new video on there just a minute ago. Go check it out. So, without further ado, let's begin. Tencho, daijoubu desu ka? Kita ka, SpongeBob. Kani Burger ga yabai to kiite isoide kimashita. Nani ga atta desu ka? Futochou basu wa? Mou inai. Look how well this is animated. Chiyoku natte ita. Washi demo kono mise o mamoru no de seiippai datta. Sonna. Yatsu no nenai wa hajime kara mise dewa naku, rei no reshipi datta no.奴は5つのピクルスのことすら知っていた。闇のバーガーに潜む秘密を封じるためにわしが作ったレシピ。その存在を知る者ですらもうこの世には数人しか。No, not the pickles! 一体どうやって。もしや。まさか店長がやられるなんて。なら、一刻も早く取り戻しに行かないと。すでにイカルドを向かわせている。なんとしても奴がクラゲ草原を出る前に取り戻さねば。何？一人で行かせたんですか？そんなの死にに行くようなものじゃないですか！それでも、あれは、あのレシピだけは奪われてはならないのだ！じゃあ、あなたはなんでまだここにいるんですか？イカルドにもしものことがあったら、わしはここで店を守る義務がある！イカルドは！I like how cinematic this is. This is really well done. This is how I pictured SpongeBob anime to be.職場がどういうところか知ってて今までやってきた。ついて来られなければ彼もそこまでの男だったということだ。カーニはでかくて野蛮で、金のためなら何でもする化け物だ。幾度となく他の店から耳にしてきたそのセリフ、嘘でいて欲しかったです。ボンジボブよ、いつかお前も真実を知る日が来る。あの闇のパティの秘密とお前自身の真実を。そして The five pickle patty what? でもお前を守ってきた理由を。無茶はするなよ。One bubble bass arc。Oh, here we go. My precious love. Oh.This looks amazing. Whoa, whoa, whoa. SpongeBob X Sandy confirmed? Whoa.
I love this. This is really well done. This is really well done so far. I love it. つくしょう。家でシャボン玉吹いている場合じゃなかった。俺のせいだ。どこ行っちまったんだよ、イカルト。あれはパトリック、サンディ、スポンジボブ、サンディ、イカルト。最後に見かけたのはあの岩のあたりだと思うけど。戦っているのか。じゃあなんであなたたちはここで見ているだけなんですか。それはイカルトが来るなって言って。あやつは自分の名誉のために戦っている。大切なものを守れる強さ、絶望に立ち向かう勇気、イカルドは確かめようとしているのだ。自分にもその強さ。そんなくだらないこと本気で信じてるんですか。 Patrick's one of those anime characters that doesn't care。 あなたたち二人が強いことは僕が誰よりも知っています。そんな強いお二人がイカルドの勇気やらプライドやらって言葉を鵜呑みにして見殺しにしたと言うんですか。フレンドの F はどこ行ったんですか。スポンジボブ、行かせてやれサンディ。でもスポンジボブとイカルドはいわば同じコインの表と裏、二人とも拙者を震わせるほどの何かを秘めている。そしてあの何とも言えぬ顔がまたかっこいい。予言では醜い怪人が全てに死をもたらすと言っていただろう。大丈夫、やつらは違う。二人ともかっこいいから。この岩、岩じゃない、これはただの石だ。初代の武器がこんなところにあったなんて。よし、これならいける。あとは…イカルド！スポンジボブ！この富士壺頭、なんでここに…うわぁ！イカルド！どうしていたのか。やっぱりイカルドはすごい。なんで来たんだスポンジボブ。俺たちじゃかなうわけがない。来るに決まってるだろ。なんで一人で戦おうとしたんだ。二人だったら勝てたかもしれないじゃないか。そしたらまたお前に美味しいところを取られちまうだろうが。何をしてもお前にはかなわなかった。としてもサーバーとしても、毎月表彰されるのはいつもお前だった。客から好かれ、給料も俺より高い。お前は毎日仲間に囲まれて、それを外野から一人で眺め続けてきた。 Oh no, Squirger gonna, you know. そんな俺でも一人であの野郎を倒せたら、レシピを取り戻せたら、カニの野郎も見返す。クラリネットも真面目に弾け。何言ってんだイカルド。友達なら僕がいるじゃないですか。クラリネットだったら怪我が治ったらすぐにでも。間違って落としちまったレシピが偶然あいつのところに転がったから拾えたみたいなもんだし。黙れ。お前もいつも準備ができてとか言ってるみたいだけど、仲間が死ぬ準備はできてなかったみたいだな。お前だってもう気づいているんだろう。どんなに頑張ってもお前はあの時ピクルスを忘れて客に品を出しちまった救いようのないコックなんだよ。
仲間一人救えないお前は名前をサクセスの S からフェイルドの F に変えた方がいいんじゃないかなあ、フポンジブブ。黙れ、つってんだよ、クソが。What? Oh, what? What?スポンジボブってでたらめなやつなんだ。死ねスポンジボブ。最終奥義サンゴの間に。I'm enjoying this. I'm enjoying this as much as I was watching it as My Hero Academia. God, that was a good anime.What do you expect? He's a sponge. You can't. Nanda, Nani ga okita? Ude. Ude ga. Ude ga meki no ude ga. Sama, yoku mo.俺が何だってこの不実坊頭。まったく、少し気絶してたからって勝手に殺すんじゃねえよ。大体お前俺の脈とかも確認してなかっただろ。いや、いつもいつも状況も整理せずに先走りやがって。いかてめえがバカなのは初めから分かってたけどよ。学習って言葉知ってるか？イカルド！お前生きていたのか？もうこんな無茶するなよ。ずっと、ずっとずっと一緒だからな。もう絶対どこにも行くなよ。Hi everyone, I hope you enjoyed 6 months of my life well spent on making the grandest animation my booty has ever grinded out. 6 months, wow. Wow, That was amazing. That was amazing. Anyways, guys, I hope you guys liked this video. This was really, really amazing. Hopefully this was worth his 6 months of working of that animation. Because I think it is. I think that would...do 6 months. Yeah. Yeah. Anyways, so yeah, leave a like, comment down below what video you guys want me to react next. Subscribe to the channel, hit that notification bell. Hit that notification bell, subscribe to GlitchTale, and I'll see you guys next time. Peace out, guys.